はい、まりんちゃん先生の工作タイム。父が日曜大工で作った、ベンチに絵を描こうということでですね、この前からやっておりますけれども、パート1では材料紹介、パート2ではヤスリがけで、パート3で、一度塗りをするところ、ペンキの一度塗りですね。でパート4の2度塗りを撮影しようと思ったんですけど、ちょっとね、手がペンキでドロドロになってしまったので、しかもちょっとタイルについちゃったな、大丈夫かなまあいっか。はい、こんな感じで、はい、今もう2度塗りしてこれ乾かしているところです。でね、もうこの裏側はどうせ見えないのでね、この見えるとこだけ2度塗りという感じでやりました。で、二度塗りはどれでしたかというと、ちょっとここ分かるかな、そう、このハケですね、このハケを使って、で、スーッとまんべんなくムラがないようにこんな感じで塗っていくっていう感じでやりました。で、細かいところはね、ちっちゃめのハケとか、あと筆で塗って、まあ、これでだいたい綺麗に塗れたかなっていう感じですね。はい。で、そしたらここにね、今度は乾いたらいよいよ絵を描いていくという感じで進んでいきます。はい。で、これでね、ペンキ塗りまでの工程はこれ2台2脚一遍にねやってしまいましたので、まあ、次からがいよいよステージ、第1ステージ、沖縄の海の風景をイメージして、で第2ステージはまあそうするときのお楽しみという感じでやっていきたいと、はい、思います。ということでですね、はい、まあ、今日の作業はまあとりあえずここまでかな、ほんなら。という感じですね。手がそのピンキまみれやな。ああ、もうね、先に言っときますけどね、もう私ほんまに下手くそですのでね、あんまり期待はせんといてくださいね。でも上手な人やったらこんな汚れたりせえへんやろな。はい。ということで、じゃあ、はい、今回はこの辺で。今ペンキの2度塗り工程までができましたということで、はい、それでは今回はこの辺で撮影を終わりたいと思います。